キャーズム・キョプリルキャーズム・オザルプは、トルコの政治家、軍人、トルコ大国民議会議長、国防省を歴任した。最終階級は、ビリンジ・フェリーク、オスマン帝国支配下のマケドニア地方キョプリルに生まれる。そのため、1934年妙児法が制定されるまでは、キャーズム・キョプリルと呼ばれた。1902年に、士官学校を卒業し、 1905年に陸軍大学を卒業。セラーニクの不評第36連隊に配属される。そこで統一と進歩委員会に加入。1909年3月のマケドニアにおける反乱鎮圧に従事。1912年バルカン戦争に従軍。第一次世界大戦ではカフカス戦線でロシア軍と戦った。1914年に少佐。 1915年に中佐、1917年に大佐に昇進。トルコ独立戦争では北東戦線司令官に任命され、1920年にはアルメニア人鎮圧に当たった。トルコ大国民議会議員に選出された。最初はバルケスイル県から第9期以降は番県から選出された。1921年にコジャイリ地区司令官に任命され、 イズミットやアダッパザルを連合国軍による占領から解放した。サカリアの戦いでは第3集団を指揮。先行を称され1921年にミールリバー、少将に昇進した。1922年1月、国防省に任命される、同年中将に昇進。1926年に大将に昇進した。 1924年11月から1935年3月までトルコ大国民議会議長を務める。1935年から1939年まで再び国防省を務めた。アンカラで死去した。死後の1971年に回顧録、国民闘争が出版された。フリーメイソンの会員だったとされている。ありがとうございます。